ります。こんにちは、参議院議員の西田昌司です。西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナー。ひとつきぶりにですね、週刊西田、選挙が終わりまして、リフレッシュしてまた始まります。よろしくお願いします。今日はですね、ひとつき間、ちょっと休んでおりましたので、非常に多くのですね、質問が来ておりますが、いろんな質問あるんですけれども、同じような質問がありまして、その一番典型的な質問ということで、山田健二さん、男性20代、千葉県の方のご質問に答えさせていただきます。質問がですね、経済に詳しい方々はデフレの時増税すると、橋本内閣の時のように税収が減収しアベノミクスが終わってしまうと言ってますと。麻生財務大臣が消費税増税は国際公約だとおっしゃっていましたが、消費税増税の延期はできないのでしょうかと、こういうことなんですね。で、この類似する質問たくさんあるわけでございますし、私も実は一番そこを心配してるんです。で、経済的なですね、経済学の原則から言いますと、この方の質問のようにですね、デフレの時に増税すると、これは良くないわけですね。デフレの時にはむしろ減税した方がいいということにもなるんですけれども、問題はですね、ちょっと複雑でして、要するに今のこの日本の税収ですね、42、3兆円ぐらいでしょうか。で、これは、昭和60年ぐらいの時のですね、税収と同じなんですね。で、昭和60年の時の、GDP というとですね、330兆円程度で、今は500兆円弱ですね。つまり200兆円、税収がですね、GDP が 1.5 倍になっているにもかかわらず、税率が、税収が同じということは、この間の税制改革がおかしかったということなんですね。つまりこの間にですね、平成になってから消費税を 3%、 そして 5% で上げました。そしてですね、これから高齢化時代、社会保障費が増えてくるので、それに備えるための安定財源としてこれやってきたわけですね。しかし同時に、この20年間というのは、いわゆるバブルが終わった後はですね、ずっと、デフレが続いてきたわけですね。この景気が悪かったと、そこで減税をどんどん先行してやってきたわけですね。で、その結果何が起こったかというと、今言いましたように、経済のパイは実は昭和60年から比べると 1.5 倍になっていると。しかし税収は増えていない。完全にこれは税制の間違いですよね。極端に、法人税も、それからいわゆる所得税、これ累進課税をですね、下げてしまったと。その結果が今日の状況になっていると思うんですね。で、そしてもう一つ大事なことはですね、昭和から今比べますと 1.5 倍になってますけれども、平成になってからのこの最近の20年でいうと、ずっと400兆円弱、400兆円の後半から500兆円超えまして、今また民主党政権で470兆とおったんですけれども、ほとんど変わらない GDP なんですね。で、このことが証明しているのは、経済政策が20年間間違っていた、それと昭和から比べてみると今度は税制も間違っていたと、こういうことなんですね。で、こういうことを考えると、当然のことながら、税制が、税率が低くしすぎているわけですから、これは財政再建ということだけではなくてですね、そもそも自分たちのですね、やらなきゃならない政策的経費が出てないわけですから、当然これは消費税増税も含めて税制全体のですね、国民負担率を上げていくという形で見直さなければならないと、こういうことなんです。ですから、あとは時期の問題なんですよね。で、時期をどうするかと。で、時期で言うと、先ほど言いましたように上げるべきでないということになるんですが、問題はですね、じゃあもう片方のですね、20年間 GDP が増えてこなかった、で、これは一体何だったのかということを考えますと、これはもういわゆる公共事業などですね、本来、政府がしなければならない社会資本の充実、これは国土強靭化ということも含めてですね、これを極端にこの20年間落としてきてるわけですよ。そして逆に、この給付の分についてはですね、民主党政権では特にこれを増やしていったと。で、この結果何が起こったかというとですね、給付で、いくらですね、お金を国民に社会保障費出していっても、この分で GDP はなかなかですね、大きくなっていかない。そしてまた社会保障に関する支出というのもですね、もちろんこれはですね、GDP 換算されるところありますけれども、それをもらった側はですね、例えば社会福祉法人とかありますけれども、ここはですね、雇用一致をするわけですね。たくさんの人はそこで雇用されています。
しかし、まあ、一般的に職種的にですね、給料が安いというのがその一つの特徴なんですよね。ですから給料が安いもんですから、そこで働いている方々の、所得税なんかも低いし、その方々が使われる消費も少なくなってくる。だから GDP に跳ね返って大きくなったりするのがなかなか、うまく大きくならない。それと税収も増えない。ところがいわゆる社会保障じゃなくて公共事業など国土強靭化に関するところはですね、これもう少し所得水準があったわけですよ、やっぱり。そしてそこで雇用もあって町を支えてですね、そしてその方々が二次的三次的にまたこの次の仕事を出していきますから、いわゆる上昇効果というのも期待できたと。だから GDP も上がるし税収も増えてくると。でそしてもちろん建設会社等はですね、税金払ってるわけですよ。で社会福祉法人は税金を払わなくていいわけですね、非課税なんですね。でそういうことも含めてですね、考えてみましたときに経済全体を大きくするということももう片っぽ大事なんですね。そうすると、純粋に額面的に考えると、今言いましたように増税はすべきで今のタイミングではないということにももちろんなるんですけれども、同時にじゃあ増税をしなければですね、経済が大きくなるのかといえばそうじゃなくて、要するに政府支出をたくさんしていくと。でさまざまな予算をつけていく。特に国土強靭化などはですね、直接的に、我々の防災ということで命を守ることになるだけではなくて、プラス上昇効果の高いですね、GDP を増幅させる効果もあると。でこういうところにどんどん出していかなきゃならないわけですね。でそういうことを考えますと、まあ、今のですねこの状況で本来は増税すべきではないというところにもあるでしょうけれども、もう片方でそのいわゆるこの問題がですね、民主党政権の時に我々も公明党も含めて三党合意でこれを増税すると。で、まあ、これ確かに麻生総理が、財務大臣がおっしゃるようにですね、国際的にもそのことを約束して、だから今ですねさまざまな景気対策やさらにですよ、この金融緩和策も含めてですね、日本の通貨政策がどうなんだということを海外から文句言われないのは、うちは増税するということを言ってるんだよと、もうそのことは決めてると。で海外のあなた方はね、財政再建とかうんぬん言うけれども増税ちゃんとやってますかと。だからうちとかはちゃんとやってるんですよ、だからお黙りなさいということになるわけなんですね。それが海外においても非常に、大きい、この日本の、この政策がですね、文句言われない大きなこのいわば錦の御旗になってるわけですよね。だからそういうことを考えると、つまりこれ経済政策だけじゃなくてそういう国際的なことも含め、また国内の政治状況も含めですね、まさに総合的に判断をしていかなきゃならないところなんですね。でそこで、まあ、そういうことも含めてこれから安倍総理が判断されるんだろうと思いますけれども、私は一つ、まあ、どちらの判断をされましてもですね、それはその非常に大きな意味があるんですけれども、もう片方大事なことは経済を大きくするために、今は増税も大事ですけれども、まずは財政出動しなさいと。これやっぱり一つの答えなんですよ。だからここは絶対ですね揺るがしてはならないと思っています。ですからこの増税自身は当然しなければなりませんけれども、国民負担率を上げなきゃならない、この理由は冒頭言いましたけれども、タイミングについてはそういうもろもろのことを判断して安倍総理がされたらよろしいんですけれども、それ以前にそもそも経済のパイを大きくするためにさまざまな財政出動をこれからも、続けてやっていく、これがやっぱり今回のですね、一番大事な私はポイントだと思っています。まあ、そういうことでこれからですねこの判断について安倍総理が、されるんでしょうけれども、今申しましたよね、そこをしっかり皆さん方にご理解いただきたい。そしてこの増税の話で困るのはですね、で私は今見ましたように基本的に増税路線が正しいと言ってるわけですけれども、もう片方消費税をそれでも上げるべきでないという考え方を持っています、今のタイミング。ところが消費税上げるべきでないと言ってる方々の多くはですね、私のような考え方よりもむしろもともとですね、この消費税、また消費税だけじゃなくて税は少なくして民間にお金を回して、そして競争原理だと、いわゆる構造改革なんですよ。でそれを、まあ、いわゆる上げ潮路線という形で言われてますけれどもね、そういう方々に限ってむしろ消費税上げるべきでないという
意見の一番大元になっているところがあるわけですね。そうするとそういう方、その今増税をしないとですね、まさにその方々が息を吹き返すわけですよ。ところがこれはもう言うまでもありませんけれども、彼らのやってきた政策が一番間違っているわけですよね。先ほど言ったこの20年、また25、6年のこの長いスパンで見たときに、大変な誤りをやってきた元になる考え方だったわけなんですね。だからここのところの整理がまだきちんとできないためにですね、いろんなこの議論が出てくるわけですけども、どうぞそういうこともやっぱり政治の中でですね、考えていかなきゃならない。だからまずは安倍総理の判断ですけれども、我々は安倍総理の判断が間違わないようにですね、今さまざまな意見が出てますけど、出てるところを整理していくと。で、整理して国民に誤解を与えないように、まあ、そういうことがこれから我々の仕事だと思っています。まあ、大変、シンプルな質問ですが、非常に難しい質問でしてですね、私の今考えているところをお話しさせていただきました。これからまた、中間西田、頑張っていきますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。それから最後にですね、私の一問一答コーナーをですね、名古屋のウッキーさんという方がですね、ボランティアでこのいわゆる PDF に上げてですね、原稿起こしをしてくださっているようであります。先日も京都の私の朝の街頭遊説にですね、名古屋からわざわざ応援に来ていただいて非常に、恐縮していたわけでございますけれども、この場を借りてウッキーさんにもお礼申し上げたいと思います。ありがとうございました。ではまた、ご質問をお待ちしております。ありがとうございます。